皆さんおはようございます、今日は先週本来ならばお話をする予定でした説教一周スライドで、スライド当番という言葉がありますけど、多分牧師になって初めてじゃないかと思いますね、伊藤さんのね証が大変素晴らしくて、今日まだ用紙を修法に載せておりますけれども、振り返ってみると、伊藤さんからいろんなお話は聞いてますけれどもフルで聞いたのはね今回初めてじゃないかなと思ってですね、本当にありがとうございました。で、先週は平和記念礼拝ということでしたので、心の平和を保つというテーマで、私は準備をしておりましたんですけれども、今日はそのお話をしたいと思います。心の平和っていう、言い方がどれぐらい正しいかどうか分かりませんけども、平和というよりもむしろ平安と言った方が正しいかもしれませんけれども、心は常に穏やかでいたいですよね。いつもざわざわしていたいという人はいないと思いますけど、皆さん今日は大丈夫ですかね。穏やかに、しておられますかね。じゃあどんな感情がね心の平和を壊してしまうのかということで、人間の感情というのもいろんな種類があるんですけども、特に心の平和を壊してしまう感情というものにはどんなものがあるかなと考えてみると、まずはやはり怒りですよね。怒り、これが一番頻繁に起こってくるものでしょう。で、怒りは自然な感情なんですね。怒らないのは逆におかしいです。怒って当たり前なんですね。定義としてはね、不当な扱いや理不尽な言動にさらされた時人が感じる一時的な自然な感情という、自然な感情ですね。後でもお話しますけども、神様は怒りの神ですから、私たちは神に似せて作られているので、だから私は怒りませんっていう人がたまにいたとしたらそれは嘘つきですね。人間は怒らなきゃいけないです、怒るのは不自然なことですね。で、聖書にも怒りという言葉がたくさん出てくるんですけども、憤りっていう言葉になることもあって、で、憤りと怒りってこうその区別はなかなか難しいですけども、怒りがこうどんどんこう沸騰していくっていうかね、この憤という意味ですけれども、それがこう激しくなって、その怒りっていうのはパーッと怒ってスーッと収まるもんですけども、なかなかこう収まらなくなってしまうと、おそらく憤りということになるんじゃないかなと思います。あともうちょっと怒りについて詳しくお話しますけども、次なる感情はですね、嫌いという感情ですね。嫌う、で、嫌うというのもこれも自然なんですね。好き嫌いというのは自然なことです。激しいとかね、それほど好き嫌いあんまりないという人もいるかもしれませんけども、それでも好悪というんでしょうかね、好きだとか嫌いだとかっていう感情はこれも実は自然なことですけど、ただこの嫌いという感情はどんどんこうそれが強くなっていくと憎しみとか恨みとかそういうようなね、怒りという感情とこう結びついてなんかして心の平和を破壊してしまうですね。でさらにこう憎しみということになると敵対心とかね復讐心とかっていうものがこう込められていくわけです。で最後はですね、妬みですね。妬むって気持ちで、これもね自然なんです。実は自然に妬ましい気持ちが起こってくる。で、妬むというのは2つ漢字で表すと2つあってですね、羨望という妬みとそれから嫉妬という妬みとあるんですね。羨望というのは羨ましい気持ち、人や物を羨ましいと思う気持ち、これは別に悪いことじゃないですね。で、嫉妬というのは自分の愛するものがの愛情が他者に向くと
ことを恨み憎むことを嫉妬というわけですね。でこれも後でもやりますけれども、神様はご自分のことを妬む神とおっしゃってます、ね、嫉妬すると私はそうおっしゃってる。つまりこのいずれの感情も悪ではないんです。自然なものなんです。私たちは自然に怒るし、自然に嫌いな気持ちにもなるし、自然に妬みも生まれてくるんですね。ただ、これがそのコントロールできないと結果的に心の平和を壊してしまうということになるわけです。で一つ一つ見てみたいと思うんですけども、怒りっていう、単純に計算数えますとね、聖書の中に怒りっていう言葉が450回も出てきます。いっぱいあるんですよ、ただ検索するとですね、出てくるんです、でもちろんその人間の怒りもあるし、神様の怒りっていう記録が随分出てくるんですね。で怒りそのものはさっきも言っておりますように罪でも悪でもありません。だから神様はご自分が怒る神であるし、その怒りという感情を被造物である私たちに与えてくださってるんですね。でただ聖書の中にはこの怒りを戒める聖書の言葉がたくさん出てまいります。特に知恵文学の中にはいっぱい出てきてですね、前にティモシー・ケラーの学びをしましたけども、その中でも扱われておりましたが、箴言の12章の16節には、無知な者は怒ってたちまち知れ渡る、思慮深い人は軽蔑されても隠していると。まあ、無知な者は怒ってたちまち知れ渡るというのは、怒りっぽい人は自分が無知であることをさらけ出しているという意味なんですね。すぐにバレちゃうよということですね。でコヘレトの言葉には、気短に怒るな、怒りは愚者の胸に宿ると。つまり旧約聖書の考え方では、いつもプリプリ怒っている人は愚かなものだということになるんですね。まあ、怒りは自然な感情だけれども、要するにそれをコントロールできない、ね、常に怒っているような人は愚か者だというふうに、旧約聖書は語っているわけです。さらに怒りは、ね、争いを引き起こすと、だこれに問題があるわけですね。怒ってシュッと収まればいいんですけども、その怒りが激しくなって憤りになったり恨みになったりしていくと、そこから争いが起こってしまうと。でこれ面白い言葉ですけども、乳歯を絞るとバターが出てくる、鼻を絞ると血が出てくる、怒りを絞ると争いが出てくるですね。これ聖書の言葉ですからね、面白いですね。乳歯を絞るとバターが出てくる、鼻を絞ると血が出てくる、怒りを絞ると争いが出てくる。なんかどっかリビングに貼っときたいようなとはですね、でも怒りを絞ると争いが出る、つまりね、怒りはしょうがないけれども、それが激しくなってね、結果として争いを生んでしまうというようなことを戒めているわけです。そして最も恐ろしいのは、やはり怒りが罪を生んでしまうということでしょうかね。エフェソ書の4章26節にパウロは、怒ることがあっても罪を犯してはなりませんと言ってますね。怒ることがあっても罪を犯してはならない、日が暮れるまで怒ったままではいてはいけませんって言ってますね。夕方腹が立ったらちょっと短いですね。朝だったら一日怒ってて夕方までっていうことになるかもしれませんが、これは例えですけどね、日をまたぐように怒り続けちゃいけないということを言っているわけで、怒りというとどうしてもこのね、カインの話を思い出しますよね。創世記の4章ですけれども、カインとその捧げ物に目を止められなかった。カインは激しく怒って顔を伏せた。主はカインに言われた。どうして怒るのか、どうして顔を伏せるのか、もしお前が正しいのなら顔を上げられるはずではないか、正しくないなら罪は戸口で待ち伏せており、お前を求める、お前はそれを支配せねばならない。弟のアベルは家畜のウイゴを捧げたと、お兄ちゃんのカインは野の穀物でしょうかね、を捧げたと。で神様はアベルの捧げ物に目を止められたということから、この兄のカインは激しく怒るわけですね。なんで神様は私の
生贄では私の捧げ物じゃなくて弟の方の捧げ物に目を留められたのかと。で、まあ顔を伏せたということですから相当激しい怒りですね。で神様はそれに対してどうして怒るのかと、どうして顔を伏せるのかと、お前が正しいのなら顔を上げられるはずではないかと、お前の怒りは正しくないよと。やっぱ神様はやっぱりこのカインの心を見透かしておられますからね。お前はそうやって怒ってね、怒るのは当然のような顔してるけれども実はそうじゃないだろうと、まあ、おそらく神様はその捧げ物を捧げたカインの心というものをまあ見抜いておられたんでしょうね。アベルのはもうあの神様に対する純粋な、そしてこのあふれる感謝を捧げたけれども、もしかするとカインはちょっとケチったのかな、なんかあるのかもしれないですけども、だからおそらくカインにしてみたらそれを見抜かれたっていうこともあって怒って、激しくなったのかもしれませんけども、で神様のことをおっしゃっているのは、罪は戸口で待ち伏せしており、お前を求めていると。お前を求めているってですね、怖いですね。これ罪はお前を求めていると、でお前をそれを支配しなきゃいけない。でも罪を支配するんじゃなくて、これは怒りを支配しなさいって言ってるんですね。怒っている自分自身を支配しないと罪はすぐそこにいるから、あなたを待ってるし、あなたを求めてるから、うん、激しく怒ってしまうこの自分の心の激しい感情みたいなことをカインはコントロールしないかったために、結局は罪を犯してしまってね、弟アベルを殺してしまうわけですね。で正しい怒りですね、この先ほども言いましたけれども、神様はご自身が怒りを持ってらっしゃるんです。で、神は怒りの神なんですね。詩編の18編の8節に、主の怒りは燃え上がり、地は揺れ動く、山々のもといは震え揺らぐと。神の怒りは激しいんです。人間の怒りはなんか大したことないです。私たちが少々怒ったって大したことない。神様の怒りは激しい怒り、この世界を揺らすぐらいの激しい怒りを持っておられるわけですけども、もちろんその怒りは何に向かうというと、不義によって真理の働きを妨げる人間のあらゆる不信心と不義に対して、神は天から怒りを表される。人間のあらゆる不信心と不義に対してね、真理の働きを妨げる不信心と不義に対して神は天からの怒りを表されている。激しい怒りを神は持ってらっしゃる。この世界に対して持ってるわけじゃありません。人間の心の内にある真理の働きを妨げる不信心と不義、まあ、さらに言えば罪に対して神は天からの怒りを表してらっしゃる。ものすごい激しい怒りが私たちの罪に向かっている、向かっていたと言ったらいいかな、しかしその怒りは私たちではなくキリストに向けられた、ここが聖書の福音です。これこそがキリスト教の教えです。神は怒りの神です。私たちの罪に対して激しい怒りを持ってらっしゃる。でもその怒りを私たち一人一人には向けられなかった。もし向けられたとしたら誰一人ここには存在し得ないわ。もう一瞬で消え去ってしまう、そのような激しい怒り。でも神はその怒りをご自分の独り子であるイエス・キリストにあの十字架の上で向けられた。それで今や私たちはキリストの血によって義とされたのですから、キリストによって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。私たちが神の激しい怒りから救われているのはイエス・キリストによる。キリストの十字架が防波堤になって、いや神の怒りを一人で引き受けてくださったので、私たちは神の怒りを受けることなくのうのうと生きてるんです。のうのうと生きてるんです。普通じゃないんです、これ自然、当たり前じゃないんです。ぼーっとテレビ見てるけど、イエス・キリストの十字架が私たちに対する神の怒りを引き受けてくださったから
まあ、ぼーっと生きてるってごめんなさいね、一生懸命生きてらっしゃる方もいくらでもおられるし、ね、しんどい思いしていられる方も一生もおられるけども、でも生きてるのはもう純粋にそのイエス・キリストのによるんですね。キリストによって神の怒りから救われてる、このことを忘れちゃいけません。だから神は怒りの神ですからね。まあ、日本人はね、この先祖のたたりとか、ね、まあ罰が当たるとかそういうことをちょろっと怖がってますけど、そんなのね全然ちゃんちゃらおかしいです、ね、なんか変な病気になったり交通事故にあったりしたら罰が当たったんじゃないかとかね、先祖のたたりじゃない、そんなんじゃないです。存在そのものが神の怒りによって一瞬でなくなってしまうわけですね。その激しい神の怒り、これをイエス・キリストが一人で十字架の上で受けてくださった。同じローマ書に、神がその怒りを示しその力を知らせようとしておられたが、怒りの器として滅びることになった者たちを寛大な心で耐え忍ばれた、ね、私たちが人類が神に対して罪を犯し続けたそのことをずっと耐えて、そして十字架でその怒り十字架に向けられた、神の忍耐とそしてご愛の上に私たちはこの生かされているっていうことを、なんで私がそういう激しく言ってるかというとですね、私たち自身がまあいろんなことで腹を立てたり怒ったりしますけど、そもそも神の激しい怒りを受けるべきものだったんですから、ね、そんなね怒る資格なんかあんまりないんです、そう本来、ね、まあ、資格がないって言うと変ですけどね、私たち自身が神の怒りから救われてる。イエス様の例え話でありますよね、ものすごい借金を棒引きしてもらった人がね、自分の借金を許さなかったって話あるじゃないですか。あれことはこの怒りにおいてもね、私は適用できると思ってます。でアンガーマネージメントっていうのも、そんな中でも私たちは怒りますから仕方なくね、これ自然の感情なんで、ただどうやってこれを管理したらいいかということで、まあこれ心理学の方でね、もう昔からあるんですよ、この怒りの管理っていうね、アンガーマネージメントっていうのが、もうそのこのお金取ってこういうのやってる人たちもいるぐらいですけども、2番から5番はそういうアンガーマネージメントの基本なんです、基本ルールです。だいたいアンガーマネジメント調べてもらったら出てきますけど、私たちクリスチャンは1番が大切です。これは普通のアンガーマネジメントのホームページには出てこないです。ヤコブ書の1章2節、人の怒りは神の義を実現しない、ピリオド、これはね大原則ですね。私たちがいくら怒っても神の義を実現としない。でそもそも怒りというものはですね、自分自身の中にある正しさ、ね、それが怒りの原因になっているんです。つまり自分ではこれが正しいと思っていることに対してそうではないと怒りが生まれるんです、ね、でもそれはあくまでも私たちの正しさです、私たちの義なんですね。私たちがいくら自分の正しさに合わないからって腹を立てたとしても神の義を実現することはできないんです。人間の怒り、人の怒りは神の義を実現しないと。だから私たちがもう腹が立ってしょうがない、もうクソ穴だろうとか思ってもですね、どっかでいや私たちにいくら怒ってもこれ神様の義を実現しなかったら意味ないなと思わなきゃいけない。神様の義を実現しない怒りには意味がないんです。ただの復讐ですよ、ただ腹立ってるだけ、ね、まあ、そういうことの大前提のに続いて一般的に言われているアンガーマネジメントで言われていることはまず6秒ルールっていうのがあるんですね。怒りはね6秒我慢すると収まるそうです、はい、カーッとなって 1,2,3,4,5,6 って待ってるとスーッとこう、これなんか根拠があるのかどうか分かりませんけど、アンガーマネジメントなら必ず出てくるんですよ、うん、まあ、今度やってみてください、ね、カッとなった時に6つ数えて、ね、
6つ数えても先生怒りは去りませんでしたと言うかもしれませんけど、うん、でこの6秒の間に何をするかというとですね、ただ待ってるだけじゃなくて怒りをね点数化するそうです。今の自分の怒りは何点だろうかと、今の怒りは300万点とかね、5点とかね。で要するにこれは自分の怒りを客観的に判断することによって、まあ、冷静さを引き戻すんです。結局怒った時っていうのは冷静さを失ってるんですね。自分を客観視する力がなくなってるので、まあ、何でもいいからちょっとこう冷静になっていくと、そのためにこの怒りを点数化するというのはどうですかっていうふうにまあ言われてます。でどうしても収まらない時、まあ、6秒ルールがダメな時はその場から立ち去りなさいと、ね、まあ、罪を犯さないためにということですよね。だって怒りっていうのは人間ほぼ人間に対して起こりますから、まあ、そうでない場合ももちろんありますけど、その場にいてその人に対して怒りが収まらない時にはちょっとすいませんと言ってその場を離れなさいと。そしてなぜ怒っているのか考えましょう。すべき思考が原因であることが多いと、まあ、さっきもちょっと言いましたけど、自分の正しさっていうのはまあすべき思考、こうあるべきだと、この人はこうすべきだとか、ああすべきだとか、こうやらなきゃいけないのにしてないとかっていう時に腹が立つので、果たして自分がそう思っていることは正しいのかということをちょっと考えましょうと。まあ、正しいかもしれないし、もしかしたらそれはただ私がそう思っているだけかもしれない。まあ、そういうようなことをしていることによって、まあ、怒りの感情っていうのはこうパーッと高まりますけども、まあ、必ずこう落ちていくんですね。なぜかというとですね、怒るっていうのはすごいエネルギーがいるんですよ。はい、疲れるんですよ、怒った後って。で喜びの感情っていうのもまあバーッとこう上がりますけど、そんなにエネルギーがいらないんですよ。でも怒りはね、すごいだから震えますよね、激しい怒りで、ね、肉体的にも結構エネルギーを使うのでスーッとこう収まるんですね。まあというようなことでもって、怒りを管理しましょうということですね。それから心の平和を壊す感情の中に、まあ、嫌いという感情がありますね。まあ、嫌いは感情というべきかどうかというのはちょっと定義の問題はありますけれども、まあ、ただ嫌いがほっとくと、まあ、憎しみになると。憎しみはもう完全な感情なんですけれども、まあ、これもさっきも言いましたけれども、これは好きとか嫌いとかというのは自然な感情なんですね。でただまあ人によってその度合いは違ってくるんですね。だからよく、まあ、あの人は好き嫌いがはっきりしているとかね、好き嫌いが多いなんて表現しますけれども、まあ、度合いは違いますけれども、好き嫌いということが起こると、うん、ただこの嫌いという気持ちがですね、これをコントロールしておかないと憎しみに変わってしまうと。やはり箴言に憎しみはごまかし隠してもその悪は回収の中で露見するっていう、これ面白い言葉ですね。憎しみはごまかし隠せると、憎いなと思っていても表情に出さないとか言葉に出さないとか、コントロールできてるなと思っても実は回収の中で露見しますよと。つまり自分では隠してると思ってるかもしれないけど実は現れちゃいますよと。ちゃんとコントロールしておかないと、あるいは憎しみをね、なくしておかないとそれは現れてしまいますよという意味でしょうかね。で、一番やはり気をつけなければならないのは憎しみによって復讐をしようとする、ね、人間の気持ちで、それに対して、まあ、これ有名な言葉ですけど、ローマ書の愛する人たち、自分で復讐せず神の怒りに任せなさい、復讐は私のすること、私が報復すると主は言われると書いてありますと。これレビ記だったと思いますけども、自分で復讐しちゃいけない、報復はしない。でもそんなこと言ってたらやられっぱなしじゃないですか。聖書はやられっぱなしになりなさいって言ってるんですね。それで滅ぶならそれでいいじゃないかというのが聖書の本質なんです。このルールっていうものが、まあ、いつの間にかね、便宜的にいろいろまあ、人の気持ちもいろいろありますから、上手に使われてきたところは大いにあるので気をつけなきゃいけないですけども、まあ、基本的には復讐をするなというのが聖書の教えですね。
いや先生そんなこと言ったってキリスト教の国が散々復讐してるですかじゃないですかとか してきたじゃないですかと言われると、まあ、確かにそうなんですけども、うん、でも聖書はそうはっきり言って復讐しちゃいけない。だ少なくとも私は復讐しない、うん、腹渡に繰り返っても絶対に復讐はしないと私たちは心に誓わなきゃいけない。で、心の平和を破壊する最も恐ろしい感情は何かというとやっぱり妬みなんですね。妬みで最初にもお話ししましたけれども、まあ、妬みには羨望と嫉妬とあるんですけれども、人や物を羨ましく思う羨望と自分の愛する者の愛情が他に向くことを恨み憎む嫉妬がありますけれども、聖書の中で妬みの話というと、まあ、真っ先に思い浮かぶのがサウルですね。サウルをイスラエルの最初の王様であった、誰よりも背が高くて2枚目だったあのサウルが、ダビデの出現によってね、あっという間に転落していく。それは彼の妬みなんですね。サムエル記の女王ですけども、サウルはこれを聞いて激怒し悔しがっていったと。ダビデには万、私には千、あとは王位を与えるだけか。人々がね、ダビデが勝利して帰ってきた時に、ダビデは万を打ちサウルは千を打ったってこう歌ってたんですね。それを聞いて彼の妬みがガーッと燃え上がった、でこの日以来サウルはダビデを妬みの目で見るようになった。というこれですね。妬み恐ろしいですね。サウルは槍を手にしていたがダビデを壁に突き刺そうとしてその槍をふじりかざした。ダビデは二度とも身をかわしたとありますけれども、この後ご存知のようにサウルは執拗にダビデを追いかけて、ね、殺そうとするわけですね。でもそのきっかけはこのことです。妬み。決してサウルが悪人であったとかね、まあもちろん彼は非常にこう気の小さい人であったことは間違いない。でも悪い人であったわけではないんですね。でもダビデの出現によって彼の妬みに火がついてしまって、彼をダビデを殺そうとするところまでね行ってしまう。だから妬む気持ちっていうのは人間の中で、まあ、そういう意味で私は一番恐ろしいんじゃないかなと思うんですね。私たちの中にもしそういう気持ちが少しでもあるんだったらこれをコントロールしておかなきゃいけない。まあ羨ましいと思うのはしょうがないにしてもね、それが強くならないようにしておかなきゃいけないんじゃないかなと思います。ということで、まあ、心の平和を保つために私たちはどうしたらよいかということですけれども、まずはやっぱり負の感情に気づきましょうということですね。怒りや嫌悪や憧れとかね、妬みとかって自然な感情ですけれども、結局それがスッウッと浮かんで消えるのはいいけど心を支配してしまったらいけない。怒りがあるいは嫌悪感があるいは妬みが心を支配してしまう。常にそのことで、心が締められている。いつもそのことを考えてしまう。それは自分自身がその感情に支配されているということですね。で人間の心は人間が支配できるはずなんです。私はそう思ってます。気づけばね、気づけばで自分自身でどうしようもなかったら助けを求めるし、ね、祈ってもらうし話を聞いてもらうし、でもそれをもし気づいても支配しようとしない、つまり自分自身が自分の感情の主にならないとこの負の感情に支配されるんだと。で箴言の23章の6節にね、いい言葉がありますね。我が子よ、あなたの心を私に委ねよと。これがクリスチャンの幸いですね。私の心を、あなたの心を私に委ねようと主は言ってくださる、ね、あなたの心を今良くない感情に支配されてますよと、私に委ねなさい、祈りなさいと。神様どうぞ私の今この心にあるなかなかこう取り去ることのできない、出ていかない、自分でコントロールできないこの思い、神様どうぞ取り去ってください、沈めてくださいと祈って、そして主に委ねていく、
喜んで私の道に目を向けよとおっしゃる。そして最終的に、ね、この言葉コロサイ3の15、キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。キリストの平和が心を支配する。私たち自身が自分の心をコントロールするんだけども、イエス様にそこにいていただくと、まさにあのガリラヤ湖の嵐を鎮められたイエス様が私たちのうちにいて、私たちの心を鎮めてくださるように、神様どうぞイエス様、この私の心に今この嵐のような心をイエス様あなたによって鎮めてくださいと祈るということがですね、私たちの心を平和に保つためにできることなんだと思うんですね。まあ、そういうことでね、この今日の御言葉はローマ書の5章の9節を選んでるわけですけれども、先ほど読みましたけれども、それで今や私たちはキリストの血によって義とされたのですから、キリストによって神の怒りから救われるのはなおさらのことですと。でこの私たちの心がその負の感情に支配されるときにですね、さっきも言いましたけれども、私自身神の怒りから救われてるんだと、それを思い出すことによって、少なくともこれ怒るのは自分の権利だとかね、自分は怒って当然なんだとかっていう思い上がりをコントロールされます。本当だったら神様がね、神様もうあの野郎何とかしてくださいなんてお祈りすると、神様がお前な、お前がまず私の怒りから救われてるんだよって多分おっしゃる、忘れるなよ、あなた自身の心を私に委ねなきゃダメだよ、そうやって私たちの心を神様は平和に保とうとしてくださってるんだと思うんです、だからキリストの平和があなたとの心を支配するようにしなさいと言ってくださって、私たちの心が穏やかに過ごすことができるように、この神様からいただいている恵みをですね、私たちは用いていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、今まだ世界に本当に争いがあり、戦争があり、人の怒りが、憎しみが、妬みが、あるいは嫌悪が渦巻いています。本当にあなたご自身の目から見るならば、それは悲しいこと、愚かなことでありましょう。本来ならばあなたの怒りがこの世界を一瞬でなくしてしまうものであったはずです。でもあなたはその怒りを人類には向けられませんでした。むしろ一人子に向けてくださり、その十字架の死によって私たちを許してくださった。それなのに私たち人類はなんと愚かなことに、互いの正義を振りかざして争っている。本当に悲しむべきことであります。神様、まず私たち一人一人がこの心にキリストの平和を迎え入れ、本当にイエス様によって支配していただきたい。我が内にある心を騒がせるさまざまな感情をコントロールすることができるように、神様助けてください。そのことによって本当にあなたの栄光を表していくことができるように、またこの世界に私たちがわずかでも平和を確立していくためのあなたのしもべとして用いられてまいりますように。平和を作る者は神の子と呼ばれるとイエス様はおっしゃいました。本当に私たちが神の子として平和を作り出す働きを続けていくことができるように用いてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。Thank you.
たします。仰ぎ恋い願わくは我らの主御子イエス・キリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の世に豊かに限りなくありますように。アーメン。では本日の礼拝はこれで終わります。いらっしゃいました。